来週は青山、青山バッカー酒井なんで酒井がキャーキャー言われてんだ。このイケメン多田様を差し置いて。いや、あんたこっち側の人間だから。どうして急にモテ出したんだろう。そういやあいつ髪型変わったな。坂井いねえな。青山、坂井、俺だよ。お、ガッコつけてんじゃねえよ。なんだよその髪型、青山みたいじゃん。ずらかずら。俺はもともとこんな髪型だろ。先に言ってるぜ。え？ああ、なんか増えてねえか。増えてるね。まさかあいつモテる側へクラスチェンジするつもりか。うん、抜けがけは許さ、トリプルスライディング。お前らモップか。グランド清掃ご苦労さん。ありがとな。はあ、よくそんなことできんな。おい、お前らも食う。誰が食うか。むしろ食いつくぞ。酒井先輩、これよかったら私のも食べてください。はありがとな。はあ、最近酒井いいね。ねえ、酒井のやつ変わっちゃったね。いや、そんな急に変われるかよ。だな、本当のあいつを確かめてやる。酒井、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 酒井。どう
うだ酒井、お前の好きな尻ゲーだ。おバカの血が騒ぐだろ。バカだな。酒井、帰ってこい酒井、戻ってこい酒井。なぜだ、なぜなんだ。酒井先輩。先輩のこと好きです。ぶっちゃけ付き合ってください。私と。はあ、何よ。悲しいけど酒井はもう向こう側の人間なんだ。せめて見送ってやろう。いつから好きなわけ。ごめん。付き合えない。何？俺は酒井。俺は一人のものになれない。俺はみんなの酒井だ。かっこいい。へえ、そうなんだ。世界は美しい。なぜ？それはね、僕がいるからさ。さあ、酒井色に染まれ。本当、遠くへ行っちまったんだな。だね、酒井。また酒井が決めたぞ。すごいな。しかし、どうなんだあれ。サッカー部が強くなるなら大歓迎だぜ。財前、ディフェンダーに得点力があれば必ずチームの助けになるだろ。でもよ。なあ酒井、あいつらのことは気にするな。お前は今のままガンガン点を取れ。一緒に全国を目指すぞ。財前、俺な、全国なんてどうだっていい。俺が点を取れればそれでいいんだ。ってことでポジション変われ。今日から俺がフォワードだ。何？いいんじゃない、酒井のフォワード。監督！お？あー、聞こえるぜ、サッカーの神が。ゴールするのじゃ、ゴーゴーゴー。俺に点を取れとささやく声が。なんだかだんだんムカついてきたぜ。俺はずっとフォワード一筋でやってきたんだ。なっ！また酒井だ。止まらねえ。酒井、酒井、酒井。聞こえる、聞こえるぞ。俺のためにスルー、ご苦労さん。目立ちたい、モテたい一心が酒井をゴールハンターに目覚めさせたのね。酒井のやつマジですげえぞ。もはや完全にストライカーだね。それにこの酒井はこの酒井で面白いかも。酒井のフォワードへのコンバート悪くないかもね。何？このままじゃ本当にポジションを。美しい。こういう時こそ青山だ。来た、必ず点を。ゴーゴーゴー。酒井、青山、サンキュー酒井。ナイスシュートです、酒井さん。な、青山まで。おお、酒井マジ半端ねえ。このままじゃ、このままじゃ伏見高校ゴール。おー、全国出場。やったやったやった、すごいぞ。こんなの絶対嫌だ。酒井、酒井、最高酒井ゴール。俺にも聞こえたぜ、ささやきってやつがよ。ん？
同士がくっついてんじゃねえ。何考えてんだバイバイ。こいつが嗅ぎつけたゴールチャンス俺がいただくぜ。聞こえた。青山からの鋭いパスだ。うわあ、何やってんだあいつらは。たとえ汚いと罵られようと俺の夢は富士見高校全国出場。それはもちろん選手としてだ。ゴール富士見高校5点目。3番もすごいですね。不死身にあんなフォワードがいるとは。あれ、そういやでかいフォワードはどこ行ったんだ。そんなんよりこっちっすよ。点差も離れたし、コーチそろそろアップしとこっか。うっす。カオル、今日の試合でスタメンから外されたそうだな。財前家の長男たる者、常に人の上に立て。次の試合までにスタメンに戻れなかったらサッカー部を辞めてもらう。まずい、俺は今瀬戸際に立っている。だから俺にサッカーを教えてくれ。頼む後藤。なんで私なんですか。いや、監督は柔道家でキャプテンもあんなだし、肝心の青山は人に物を教えるって柄じゃない。というか後輩に教わるってのはちょっと。私も1年です。そこで合宿での後藤のプレーだ。俺は上手くなるためだったら何だってする。だから頼む後藤。スタメンから外されただけでやめさせるなんてお父さんひどいです。力になれるか分かりませんが、部室や選手を磨き上げる、それもマネージャーの仕事です。私でよければ協力します。財前のやつ大丈夫ですかね。カオッチには足元のシュートが点でダメっていう弱点があるからね。スタメンに戻るにはその弱点の改善が必須。カオッチの頑張り次第ね。あ、眩しいわね。あれ？タワーライトめっちゃ増えてる。財前さんのゴールは全てヘディングからの得点です。自信があるからな。逆に言えばそれ以外は全部ダメってことなんです。長所を圧倒的に伸ばせば短所なんて書き消せるってうちのパパ親父は言ってたぞ。スタメン外されてるんで書き消せてません。まずここから10本シュートを打って半分決められるようになりましょう。半分もか。はい、なかなか厳しいな後藤。あまあまあです。開いた。すいません。10本中2本成功ですね。これじゃあ試合中足でゴールなんて決められるわけありません。フォームも悪くないのにどうしてシュートが下手くそなんだろう。さてと今日はここまでにしておくか。なんで帰ろうとしてるんですか財前さん。人生でチャンスが回ってくる回数は限られている。それをものにするためには本番のつもりで練習しなければ意味がない。ない。突破、親父が言ってたんだ。なるほど。じゃあな。ダメです。そんな考えでやってるから上手くならないんですよ。え、もう一回やっていいのか。てかやれよ、入るまで。おら、分かった。ジーヤ。はい、旦那様。カオルはまだ帰ってないのか。最近は遅くまで秘密の特訓をしていると。秘密の特訓。おらダメだこの人、全然成長
おい、カオル。さっきから見ていたが、こんな時間まで練習しているのに、お前のシュートには全然進歩が見られない。しかし、成功者への道に近道などないのだ。パ、親父。お父さん。だが今回は俺がスタメンに戻してやる。監督はどこだ。パパ。パパ。こっち。ん、こんな分かる。親子だ。もう全部それが原因だよ。もう分かりました。私のやり方が間違ってたみたいです。カオッチ、この娘はなんだ。後藤。やる。ディナーの時間も過ぎたし、そろそろ終わりだ。半分入りましたね。やった。パパ、カオッチ。パパ、カオッチ、カオッチ。はい、まだレーザーと10セット。あいつ今日も絶好調か。今日も聞こえるぜ。よし、これでどうだ。あれ、なんか聞こえる。聞こえるぜ。点を取れってささやきがよ。特訓の成果を見せてやるぜ。ありゃ、青山ちゃうの。え、間違えちゃった。ごめんね、ごめんね。あ、あれ、な、そういうことかよ。そう、そうそう、狙い通り。聞こえるぜ、サッカーの神様のささやきがよ。ささやきフィーバー継続中だね。リャッ。あ、聞こえる、聞こえる。おや、ん、なんだなんだ、いきなりささやきが聞こえなくなったぞ。どうも、さあ、さあ、点が取れなきゃ戻ってこいよ。ヘイヘイ、カモン、ヘイ、カモン。このままじゃまずい。ヘイヘイ、カモン、ヘイ、カモン。さあ、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 戻っておいで。持ってない村は楽しいよ。ヘイ、くそー、あっち側に逆戻りは絶対に嫌だ。あれ、酒井、髪型戻したのか。なんだよ、酒井、戻ってこいよ。ヘイヘイ、カモン、ヘイ、カモン。身も心も青山になりきれば、俺はまた覚醒するはずだ。サガイ先輩、ファンにもクールに対応だ。無視する気か。面白くねえ。はい。覚醒サガイはまだ面白かったが、クールなんてつまんねえんだよ。ハーパンを下ろすのやめてもらえるか。なに。いや、早くズボン上げろよ。こうなったら青山化を加速させる。はい、その見ての通り、俺は今青山になろうとしてんだけどさ。1ミリも似てないので全く気づきませんでした。何？お、俺は青山の真似をしてゴールハンターに目覚めた。はっ、だからまた青山になりきれば元に。うるせえんだよ。
頼む、後藤ちゃん。青山に近づくにはどうすればいい。俺はもう一度戻りたい、あの輝いていた酒井様に。あの酒井さん。うん、悪ふざけなら今すぐやめてください。え、青山くんは怪我すつもりですか。何やってんだ酒井。今日も調子戻りませんね。おっしゃー、後藤。青山、頼む、聞こえろ、聞こえてくれ。ゴラゴラッソー、聞こえた。スプリーゴ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 ラッソー、ゴラゴラゴラッソー、今回はお調子者に戻っちゃったし、やっぱフォワードはカオッチかな。はい。君は何を今見つめているの。若い悲しみに濡れた瞳で逃げてゆく白い鳩、それとも青い。君も今日からは僕らの仲間、飛び出そう青空の下へ。君は何を今待ち続けるの。街の片隅で膝を抱えて、届かないあの手紙、別れた夢。君も今日からは僕らの仲間、飛び込もう青春の海へ。青春は太陽がくれた季節、君も今日からは僕らの仲間、もう日々を。うっす、騒がしいな。なんかあったのか。あれ、うん、誰だ青山と話してるおっさんたち。ユース関係者だと。スカウトだって。何？青山部活やめるかもな。